はい、こんにちは、オレキシです。2月13日土曜日、G3 クイーンカップがですね、東京競馬場で行われます。こちらの見解を述べてみたいと思います。はい、こちらは、枠順も全て確定している出馬表になります。まずではですね、さらっとですね、一頭一頭解説していきたいと思います。1番ストライクショット、前走ダートで、初めて勝利を挙げたと。いう感じなんですけども、これまでの未勝利戦の内容からですね、そこまで差はなさそうなんですけども、ちょっと相手関係なんかを考えるとですね、ちょっと分が悪いかなと、普通に無印にしました。2番のフロンティアクイーン、東京でもですね、未勝利で2着とかあるんですけども、前走の菜の花賞、それから中山での未勝利勝ちなんかを見るとですね、純粋な瞬発力勝負という感じではないかなと、中山向きだろうなという気がしますね。で、3番のロッテンマイヤー。新馬戦ですね。4コーナーで直線並びかけて、先頭に立ってと。で、そのまま押し切ったという内容で。ジョッキーもですね、桜花賞、いける、なんていう感じのですね、報道が出てますけども、ちょっとですね、ひいき目抜きに見ても、前走の感じだと、距離短縮で重傷、いきなり通用するかと言われるとですね、ちょっと難しいかなという気もします。で、4番のマシェリガール、安心ジュブナイル、それからですね、アルテミスステークス、この辺の一連の内容を見てもですね、ちょっと重傷では足りないかなというふうに思います。で、5番のナックビーナス、前走はダートの1200で勝ち上がりと、タイムもそこそこ速いことは速いんですけども、ちょっとですね、芝の1600の重傷でどうなのかなと、いう気がしますね、ノーマークでいいかなと思います。6番のメジャーエンブレム、この馬を本命にしました。まあ面白くもなんともなくてですね、見ていただいている方非常に、申し訳ないと思ってます。まあ阪神ジュブナイル、楽勝でしたね。それからアルテミスステークス、ちょっと足元すくわれた感じではあったんですけども、タイムも優秀ですし、ちょっとこのメンバーということを考えるとですね、楽に先行策が取れて、しかも週末、特に日曜日はですね、雨予報、いう風になってますんで、この馬の持ち味のパワーというかですね、いうものが、存分に発揮できる舞台になってしまいそうだな、という風に判断しました。馬場が渋ればですね、おそらく負けないと思いますし、若干雨が降って滑るような馬場でもですね、軸という意味では、2着まで馬券圏内、2着までって言ってもいいですかね。2着までは普通に硬いのかなというふうに思いますね。ちょっと私も不本意な20丸ではあります。で、7番のダイワードレッサー。フェアリーステックス2着というのはまあ素晴らしいんですけども、多分にですね、展開と枠に恵まれた2着だったなというふうに思ってます。なので、今回東京に変わってですね、さらに評価が上がるかと言われるとどうだろうなという気で、無印にしました。で、8番のペルソナリテ。新潟2歳ステークスね。ロードクエストに1秒差。とは言ってもですね、阪神ジュブナイルは、あんな位置からですね、6着まで追い上げてきたと。あの内容を見るとですね、この東京コースでの、このメンバーとの比較でいくとですね、ちょっと流れが、少し流れれば、十分に馬券圏内、争えるメンバーだなというふうに判断しました。ちょっと人気の盲点になりそうかなというふうに思いましたので、思い切って2番手評価という感じにしてみました。で、9番のシトロン。この馬はちょっともう成績が示すようにですね、力が足りないなという気がします。で、10番のコパロマリーン。フェアリーステックス5着。で、ちょっとですね、まずい感じのところがあっての5着ということで、全然見直す余地っていうのもあるんですけども、必ずしも東京コースに変わって良さが出る馬かなというと、ちょっとそうではないのかなというふうに思います。ノーマークで、いきたいと思います。で、11番の BB バーレル。フェアリーステークスはですね、黒三角ということで、打ったんですけども、完全に逃げ切り決まりましたね。今回もですね、おそらく花行くのかなというふうには思うんですけども、東京の赤松賞の内容なんかを見るとですね、この時は逃げはしなかったんですけども、あくまでやはり自分のペースで行けてこその馬かなという気がします。で、東京コース、ちょっと直線長いかなっていう気はやっぱり正直するんですよね。
それにちょっと重症化って賞金足りてるのにここを使うという意図もですね、いまいちちょっとよくわからないですし、まあ、目先の重症狙いという感じなのかなっていう気がするんですよね。ただ、中山向きかなっていう気がします。なので、一応、廉価という評価してますけども、前回ほどですね、割と自信のある重い印という感じを打ったわけではないということです。で、12番のエクラミレネール。で、そのナノハナステークスですね。ナノハナ賞。結構いい内容で、フロンティアクイーン以下を、退けたと。結構あの足は、やはり、ちょっと目を見張りましたし、事実東京で未処理勝ちをしているということも踏まえるとですね、前進はあっても、後退はないというふうに判断しました。この馬も、抑えは必要だということで、三角となってます。で、13番のサプルマインド。この馬ですね、黒三角という感じの評価にしました。前走白菊賞こそ負けてるんですけども、新潟ではですね、じわ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 伸びてきて、結局蓋を開けてみたら32秒5と、かなりの瞬発力やはりあるんだなという感じがしますね。ただ若干ですね、見ててエンジンのかかりが微妙に遅いような気もしますので、そこら辺デムーロ騎手がですね、考えて、極端に後ろからとかでなければですね、デムーロ騎手の乗り方一つで、頭まである可能性も秘めているという判断で3番手を借りしました。で、14番のラブリアモン。フェアリーステークスはですね、自信の二重丸ということで、ちょっと玉砕してしまったんですが、まずですね、ちょっとスタートがそんなに良くなくて、ジョッキーも無理をしなかったというのが、一つの敗因かなと思いますね。それでも後ろから来た組で、ここまで差を詰めてるっていうのは、すごいことだと思いますし、何より東京での未処理勝ちですね。この内容が非常に鮮やかだったと。で、今回はですね、前走よりも確実に人気は落ちると思いますので、再度この馬、ちょっと負けに絡めて買ってみたいと。武士沢騎手ということもありますんで、楽しみにしています。十分に穴の資格はあると思います。で、15番のソロフライト。クロッカスステークスの内容を見てからもですね、ちょっと重賞ではまだ足りないかなという感じがしますね。で、16番のルフォール。陣営のですね、コメントが非常に前向きなもので、この馬がですね、花人気とかしそうな感じはするんですけども、東京のレースを見る限りではですね、そこまで抜けた能力を持っている馬ではないというふうに判断しました。ノーマークでいいかなと思います。結論です。雨予報っていうこともありましてですね、メジャーエンブレムからでしょうがないという感じですね。飛び抜けて、3歳牝馬世代で強いというわけではないと思いますが、ちょっとこの程度のメンバーで、しかも展開客室も向きそうですし、天気も向きそうということでですね、誠に不本意ながら、軸は外せないと思います。対抗はですね、阪神ジュブナイルフィリーズ。かなり後ろからだったんですけども、いい足を見せたペルソナリティ。両馬場でという条件はつくんですが、瞬発力あるサプルマインド。以下、BB バーレル、エクラミエネールと。で、穴はですね、東京での未勝利勝ち。非常に印象強いものですね。ラブリーアモン、ジョッキーともども、応援と。穴の資格は十分にあると判断しました。この予想がですね、参考になった、もしくは面白いやつだなというふうに思っていただけましたら、チャンネル登録等していただけますと、励みになりますので、皆さんよろしくお願いいたします。では、クイーンカップの見解に関しては、以上となります。